状況聞いただけで、ん、あんまうまくいってないなってなったらパッと切って次に進んだ方が2024年はいいので、視野も広がってくるので、いろんなことやりたかったりとか、うん、あと、うん、もするからどれがいいかわからない、うん、特にだって悩みやすいので、一回考えちゃうと考えすぎちゃうので、だったらなおさら行動すればいいので。現在就職活動中の大学3年生です。人生の選択に悩んでおり、相談させてくださいという方、幼い頃から長期留学に憧れがあるんですが、母子家庭などの理由から実現できず大学3年生になってしまいました。大学1年生の頃から仕送りなし、一人暮らしという状況の中、アルバイト、学業、部活を並立させて、自身のアルバイト代で今年の春1ヶ月の短期留学を実現させることができました。けれども長期に対する憧れが強く、現在休学をして1年間留学に行くべきかなど、理想と現実の狭間で葛藤しておりますという方。はい、ではタンポポさん、もしもし。はい、もしもし。どうも、ゲッターズ井田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではでは占いますね、少々お待ちください。はい、まずはでも短期留学実現されたんですね。あ、はい、なんとか。すごいですね。ありがとうございます。はい、留学先はどちらだったんですか？オーストラリアの方に行ってきました。ええ、これは大学のプログラムのような形で。あ、はい。ええ、今就職活動中っていうことなんですけれども、はい、将来についてはこうどういうジャンルを考えてらっしゃるんでしょう？そうですね、まだちょっと漠然とした ものしか浮かんではいないんですけれど、いろいろな業界を見ながら自分に合うものが見つかるといいなっていう感じです。なるほど。そうするとこう情報もどんどん出てきますし、そんな中で長期っていうとね、やっぱりどこかで決断をってなりますもんね。はい、今どのぐらいの割合で揺れ動いてますか、気持ちは？そうですね、そのまま就職した方がいいだろうなっていう気持ちがまあ7割。でも3割はやっぱり留学を捨てきれないっていう思いがあります。長期の場合の行きたい場所とかもあるんですか？はい、決まってますか？そうですね、ドイツの方に行きたいなと考えています。ドイツ、それはなんででしょう？2つと理由がありまして、1つが副専攻でドイツ語を勉強しているということと、もう1つが私の彼氏が今ドイツに住んでいらっしゃるので、そうなんですね、行けたらいいなっていう感じです。もうそれはもう濃い目的ですもんね。いいことばかり。勉強じゃないですよね、それも。絶対恋愛重心でドイツですよね。彼は、まあ、でもいいですね、そういう条件が。はい、今年、まあ、金の時計座って僕の占いだとブランクに入るんですが、はい、ここだと勉強するのはすごくいいんですね。あ、本当ですか？なので留学した方がいいです。はい、なので2024年5年、2026年、26年就職の方がいいので、はい、1年ぐらい行ってくるとちょうどこのぐらいのタイミングになりそうですよね。1年行ったら2025年に戻ってくる感じですもんね。はい、26年27年就職の方がいいので。あ、本当ですか？行ってきてこい。ただ情に弱いのと、はい、確かにお金のところ、あ、でもそんなトラブルは出てないので、はい、いいと思う。来年さらになんか急に痩せますよ。え、本当ですか？はい、スラッと今丸顔ですか？丸くなりやすいの出てますけど。あ、なんか結構お腹すくなっていう感じで。そうですよね、空腹が耐えられないみたいなところが出てるので。まあでも2024は本当に行けるなら夏ぐらいから行っといた方がいいと思いますので。彼がでもそう、青年が彼がめちゃくちゃ頑固なので、はい、絶対こうと決めたら曲がらないタイプです。そうですね、まあ、彼も明るい子大好きなので、会った時はとにかくたくさん笑っといてください。そしたらうまくいきますので。はい、あ、なんか彼との相性みたいなところも。相性ね、向こうがもう絶対的なんですね。こういうタイプの子が好きみたいなのだったら、そこにはまったらずっと一生好きみたいな人なので、はい、そこはね、いいと思います。しかも海外の人とこの人お付き合いとか結婚する気持ってるんですよ。だからドイツの方だからね、日本の方は海外の人になるんで、はい、それはすごくいいと思います。あ、ありがとうございます。はい、なんかその海外に対する憧れとかも結構あるんですけれど、はい、その私自身その海外でも活躍できていけるのかどうかみたいな点もちょっと。海外も自体がもうそもそも持ってるので、はい、デザイン、アパレルとか、アパレル教育、あとエンタメ業界みたいなのもいいですよ。はい、もしそういうのに携われましたら海外でやってみるといいと思いますね。はい、はい、
夢に近い形の、ねね、お答えでした ね、 ね、頑張ってください。頑張ってくださいね。はい、ありがとうございました。貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございました。では続いてもお電話でお話伺っていきま す、はい、ます。イエローレモンさん、ありがとうございます。付き合っている彼がいます。仕事が美容師さんで忙しくなかなか会えないです。1ヶ月に1回のペースです。 LINE は毎日くれますが会ってくれないです。私は高校なのですごくいい年なのに恋愛はうまくいかないんです、という山口県に、ね、お住まいの方からいただきました。はい、ではもしもし、イエローレモンさん。あ、もしもございます。おめでとう。いいです。ではでは占います。少々お待ちください。はい、よろしくお願いいたします。はい。まずは、お年を伺ってもよろしいですか？はい。39歳です。39歳。お相手の方は？は、40歳です。近いですね。お仕事は、イエローレモンさんは何をされてるんでしょう？はい、私はアパレルです。あ、お忙しいですよね。はい、そうですね。彼のね、お相手の方の様子なんですけれども、はい。まあ、会ってくれないのか、それとも、こう、どうしても会えないのか、イエローレモンさんはどう捉えてますか？どうなんですかね、うん、なんで仕事が忙しいのかなと思うんですけど、うんうんうん、今は月1くらいということですけれども、はい、希望としてはどのくらいのペースで会いたいですか？できたら週1で会いたいです。うん、程よい。あの、はい、結婚も考えていらっしゃるんでしょうか？結婚の話はないですね。うん、ああ、イエローレモンさんは。したいです。あ、気持ちはある。はい。うん、なるほど。ではでは、占いまして、はい、彼、真面目なところはあるんですが、はい、結婚願望がそもそもないので、あ、ないんだ。そっか、銀の羅針盤座、しかも下一桁9番を持っているので、はい、真面目だけどひねくれもんなんですね。優しいんですけど言葉がちょっと冷たいとか、あると思う。ね、そうです。たまに上から目線な、はい、知った風なことを言うところがあると思うので、そうですね、先のことを考えるとこの方より新しい人の方がいいと思います。あ、そうなんですね。2024年今年、あ、じゃあ今年会った人と一気に結婚した方がいいですよ。え、本当ですか？はい。で、イエローレモンさん、面白い人が好きなのと、はい、あとダサい男が嫌いなのと。嫌いです。最初の印象で決めすぎるので、はい、最初の印象いいとこの人いいと思い込むのはあるんで、まあ、そこ方座が多いんですが、はい、周りの一回意見聞いてみると、この状況聞いただけで、ん、あんまうまくいってないなってなったらパッと切って次に進んだ方が2024年はいいので、うん、まあ、この方はこの方置いといて、他の人も探しといてもいいと思いますよ。はい、周りはどうですか？出会いはありそうですか？あ、ちょっと気になってる人はいます。あら、あ、本当ですか？あ、はい。どういった方で？は、友達です。友達ですか？でも友達の方がいいです。大体友達と結婚する人の多いですからね。しかも、あ、イエローレモンさん40で結婚する気持ってますよ。え？2回あるんで、しかも出来婚率高いですよ。ああ、やっぱり。結婚するって自分で言葉に出しておいたらすぐすると思います。あ、本当ですか？はい、今年躊躇せず、まあ、あの、法座、金の方だったらなおさら行動すればいいので、うん、はい。言葉に出したらうまくいきますんで。あ、言葉に出したら、はい。やってみてください。はい。じゃあ、頑張ります。はい。はい、あと、ちょっと聞きたいんですけど、はい、今の仕事を続けていっても大丈夫ですか？今仕事何年目ぐらいですか？今年で10年目です。10年目。ああ、はい、10年目、裏向きで始めてるんですね。そもそも向いてないところで入ってるんですが、これ、保険金、法座の方って変えるのは、変えて新たな人間関係作るのはあんま得意じゃないので、はい。特に大きな問題がないんじゃ、そのままのいいと思います。あ、わかりました。次にやりたいことがもうすでにあって、こっち、うちどうぞとか言われてるなら、年内動くのいいと思います。あ、そうなんですね。はい、わかりました。はい、参考にしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。新しい出会いに行きたいということですね。すぐ見つかりますよ。はい、ではこの方、うなぎパイナップルさんという方ですね。
金の宝座、この方も30代女性です。趣味が多くて困っています。マラソン、ピラティス、バイオリン、ボルダリング、ゴルフとすべて楽しいです。すごい。いろいろなことに挑戦できることにとても感謝していますが、時間的にも金銭的にもすべてを継続することは難しいです。今自分が趣味として続けるべきものはどれでしょうかという面白い角度。好きなことやったらいいんじゃないですか。うなぎパイナップルさん占いまして、宝座の方って意外と忍耐力あるのでマラソンとかはいいのと、この方の海と芸術系が入ってますんでバイオリン、はおすすめ。ボルタリングが一番あんま関係ないじゃ失礼ですけど、マラソンとバイオリン、ピラティスのこの3つはやっといた方がいいと思います。ボルタリングとゴルフは後回しでいいかなと思います、うん、はい、趣味まで趣味はもう好きだったけど別に偶然ね金の宝座の方が続いたんですけれども、確かに運気いいからですね、運気がね選ばれるんですけど、やっぱりこう欲が出ちゃうみたいなことってあるんですか、お悩みが増えるとか。でも運気いい時って視野も広がってくるので、うん、いろんなことやりたかったりとか、うん、あと持てたりもするからどれがいいかわからない、うん、特に宝座って悩みやすいのでどうしても考え、一回考えちゃうと考えすぎちゃうので素直にやればいいんです、好きなこと、うん、それが一番いいので、はい、迷わず行動ということですね。はい、アドバイスをおさらいしておきましょう。運気がいいと言われる金の宝座の二人ですけども、はい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 、そういう時こそ選択肢が広がって、そう、運気がいいからこそ相性悪い人も出てくるし、運気が悪いから悩んで、うん、外すこともできるから。じゃあ運気がいい時にもうあえて別れちゃうっていうことも多々ある。そう、運気いいからいいことばっか起きるわけじゃない。運気がいいから悪かったことが分かるからやめて、例えば趣味でも恋でも嫌なこと分かって、じゃあ新たな人に切り替えるきっかけがもらえるので、うん、運がいいって意外と皆さん運気がいいって、ね、分かってない人も多いので。じゃあこっちの方が良かったんだって思えばいいんですね。そうそう、これがきっかけになるから、うん、あ、良かった良かったってなって、あの時縁切れて良かったわってことになるので、うん、なるほど、考え方少しね学ぶといいと思いますね。